永井さんの妹、小川紀子さんです。ビデオカメラが返却されるかもしれないという情報を得て、おととい。一報を聞いた時には本当に嬉しくてしょうがなかったんですけども、やはり詳しいことを見てみない限りには、本当のことを 100% 本物ということは言えないかもので。永井さんのお墓には、あの日握りしめていたビデオカメラをかたどった石碑があります。ミャンマー政府はこれまでの捜索で、ビデオカメラは見つかっていないとの主張を崩しませんでした。すべて遺体とともに返却したから全く感知してないというふうな立場というか、そういうことを言っていました。信じられないという感じです。やばー、さよなら。お疲れ様でした。16年近くの時を経て、この手に取り戻すため、胸が痛くなって、まともに見れないような気もするんですけども、まあ、最後に撮った映像ですから、なんとか頑張って見てみようかと思ってます。昨日、成田空港を出発しました。カメラの返却は今の情勢からするとミャンマーでは不可能です。タイのバンコクで行われました。ビデオカメラは存在していました。ビデオカメラを持ってきてくれたのはミャンマーのジャーナリスト。なぜ16年近く見つからなかったビデオカメラが出てきたのか。Good citizen, somebody who knows the situation, who knows the importance of camera, give it to us. So that's what we could say. Someone, because of the security and everything. 実はこのカメラ、2021年のクーデターの前には見つかっていたそうです。すぐに遺族に届けたかったものの、ミャンマー当局の妨害も懸念され、安全に渡せる手段を探り続けていたといいます。兄が撮った最後の映像です。していただけることで、何か本当にまたミャンマーの方々のために何か働きかけができるような一つのきっかけになればというふうに思います。この16年ほど、カメラの返却とともに遺族がずっと求めてきたのが、永井さんの死の真相です。日本政府としては映像の解析や遺体の解剖から至近距離からの銃撃だったと結論付けています。ところがミャンマー政府は責任を認めず、遠くからの流れ弾による事故という主張を
繰り返すばかり。市民で埋め尽くされています。ミャンマー側に対し今日改めて、ずっと事故だという扱いでこの17年16年間来ましたけれども、明らかに私たちの立場としてはいろんな方向から考えても至近距離からの銃撃であったと思っております。真実を見極めて真相を明らかにしていただきたいという気持ちです。テレビ朝日夜のニュース番組をスマホでも TVer で生配信しています。